はい、皆さんこんにちは。チーム知力の投資です。いつもありがとうございます。さあのセッションみたいなさ軽い演奏の時にさステージに上がって、で自分の楽器をセッティングして、でその後にさこうお客さんにさ自分の音大きいですかちっちゃいですかなんてさ聞く人いるじゃん。あれさ俺あんまりね良くないと思ってんだよね、うん、まあ確かにさ急にステージに上がって、でまだみんな音を出してない段階で自分の楽器の音量ってなかなかぴったしにいかないよね。不安はあるんだよね。それは確かにそうなんだけど、そういうのってやっぱり経験でどんどん研ぎ澄まされていくと思ってるのよ。もうステージに上がれば上がるほどこのぐらいの音量なら大丈夫だ、これぐらいなら適切だっていうのがだんだん把握できるようになるんですよね。だからどんどんやることが大事なんだけれども、それでもやっぱり、まあ、正直例えば一体全体ドラムさんがどのぐらいの強さでやってくるのかも分かんないとかね、他の楽器がどのくらいの大きさで演奏してくるのかも全然分かんない状態でやるっていうのはぴったり合わせるのは難しいわけですよ。でなおかつそれは、すごい大きい会場で PA さんがちゃんとやってくれるんじゃなくて、今言ってるのはまあ30人とか40人ぐらいも入ればいっぱいになるようなライブハウスだと、直接アンプの音がやっぱりお客さんに非常に影響するから、自分のアンプのボリュームってすごく大事になってきちゃうんだよね。だからこの話してるんだけれども、でねその時に不安げにねお客さんにね大きいですかちっちゃいですかって聞くっていうのはねあんまり良くないと思うのよ。っていうのもさ、まずお客さんだって他の楽器が鳴ってる状態で、判断するんだったら、 あなたの楽器は大きいですちっちゃいですとか、もうちょっと低音こうした方がいいとかっていうアドバイスっていくらでもできるかもしれないんだけど、まあそれにしたって一個人のあれだけどね、感想になっちゃうけどね。一番いいのは統括している PA さんに聞くのが一番いいんだけど、そこまで余裕がない時ね。でもそういう時にさお客さんに聞いたってさ、今言ったみたいにまだ全部の楽器出てないし分かんないわけよ。お客さんだってその経験値がある演者だとしてもなかなか難しいわけよ。でその人がさ例えばだよ、もうちょっと大きくしてとかもうちょっと小さくしてってさ言うとするじゃん、無責任に無責任でもないんだけど、でもその人だって絶対分かんないと思うのよね、全部の楽器になってないから。でそれによってでも自分はあそうですかってこうやるじゃない、やるんだけども、いざ演奏が始まったら、あ全然大きかったとか全然ちっちゃかったとか全然なんか抜けないからもっと声域上げとけばよかったとか、いざ演奏始まったらさ全然違ってやっぱいっぱいあるわけよ。でそういう時にさっき言われちゃったからもういじれなくなっちゃうんですよ、精神的に。さっきあの人はこれでいいって言ったからもうこれ以上いじっちゃいけないんだと思って演奏しなきゃいけないでしょ。そうなってくると良くないんですよ。やっぱりそこで微調整していくのが正解なんだけど、でもやっぱりやる前に一回音量ああしろこうしろなんて言われちゃったら、やっぱり人間心理としてあんまりそこからねいじれないっていうねのがあるから、あんまりやる前に人に聞かない方がいい。でそこは自分の責任で、おそらくこのぐらいなら大丈夫だろうっていうところで演奏始める。途中で微調整はもうしょうがないですよ、そういうセッション的なやつの話だよ。ちゃんとしたライブはもうちゃんとリハーサルがあるんだからそこで決めるからねいいんだけども、急にやってって言われた時はねしょうがないです。でも経験積めば一発でいい感じの音量にできます。なんだけど初めのうちはねなんか分かんないからね、どのくらい上げていいんだか分かんないんですよ。でいざ始まってみたらうわちっちゃかったって慌ててこう上げに行くとかって絶対あるのね。でしょうがないんでそこは微調整していいから、初めに人の意見聞いて、そうしちゃうともうそこから動かせなくなっちゃうからね、怖いから、うん、聞かない方がいいです。自分で決めましょう。はい、今日はねそんなお話をしてみました。はい、また聞いてください。ありがとうございます。